curiosity of my life、池袋にあるフクロウカフェに行ってみてようと思いますので、その様子をちょっと始めます。池袋可愛かったです。いや、池袋が可愛かったんじゃない、袋が可愛かった。ではまた。